直前に、ロードスター RF の試乗し、2リットル AT、MT もあるに好印象を抱いたばかり。となると同じ AT 同士、こちらは1.4リットルターボとの組み合わせだが、MT のあの、いい感じが保たれているかどうかが、最大の関心事だった。結論から言うと、うまくまとめた名だった。動力性能はもちろん、ハンドリング、乗り味まで、車全体の、立てが、 見事にバランスした、気持ちよく、走らせていられる124スパイダーの世界観が、この AT でもしっかり表現されているからだ。ダメ出ししなければ、の箇所がないのである。AT については、発進変速も問題ない。通常の走らせ方でも望みの加速が得られるし、変速のタイミングもストレスがない。さらに特性を切り替えるスイッチを長押しして、スポーツを選べば、 パワフルさが増強され、息の長い加速が楽しめるし、パドルシフトを使い思いのまま切れのいい変速リズムを楽しむこともできる。AT との組み合わせでも音、振動ともに心地いいエンジンのキャラクターが味わえ、MT 車との車重差、20kg は全く意識しなかった。試乗車は、ローンチエディションで、ビルシュタイン。 ブレンボといった心がくすぐられるアイテムも装着。これらのマッチングも良く、それぞれの長所もしっかりと実感できた。同様に、坊主サウンドシステムも特別装備だが、オープンでは耳元に音を引き寄せ、クローズ状態では完全に音場を広げる。要自動的に切り替わるシステムなのは、ロードスターのそれと同じ。ぜひ通常での設定も望みたい。左右の丸いフェンダーの形やフードのキャラクターが、 見渡せるフロントガラス越しの景色もオーセンティックな味わいだ。5つ母子評価パッケージング、インテリア、居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度島崎七尾陣はゲッジ会員、モータージャーナリスト1958年、東京生まれ、大学卒業後、編集制作会社に9年余り勤務、雑誌、単行本の編集、執筆、撮影を経験後、 1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門士ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る、便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点で車と接し、レポートするスタンスをと、